グッドモーニング YouTube、今日は、東京女子医大の野本先生から、後編ということで、まあ、前回は、まあ、機械的補助循環とエスカレーション、ディエスカレーション前編ということで、まあ、デバイスの、まあ、概要とですね、まあ、エスカレーション戦略ということで、まあ、いろいろお話しいただきましたが、今日は後編ということで、その続きを、していただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回、MCS のエスカレーションとデエスカレーションというところで、前半に、MC デバイスデバイスの概要と、まあ、デバイスの選択の基礎となる原則、あとエスカレーション戦略についてお話をさせていただいておりまして、で今日は後半で、まあ、デエスカレーションについてのお話をさせていただきたいかなと思っています。でまあ、ただですね、前半の振り返りと少しご説明も足りない部分もあったかなと思いますので、一応自分の中でも一回考え直してみて考察の追加もしてみましたので、ちょっとそこもお話ししてみようかなと思います。で、まあ、これが心原性ショックの時間経過を示ししていますけれども、心原性ショックは最初は可逆的な血行動態の問題ですけれども、それが時間を経ることによって多臓器のサポートを要する代謝の問題へと変化をしていってしまいます。ですので、まあ、心原性ショックは早期に認識して早期に介入するということが、まあ、非常に重要で、代謝の問題に進行させないということが重要になってきます。でもう一つ重要なものとして前回お話しさせてもらったのが、死亡リスクの評価のための3アクシャスモデルというものでして、まあ、重症度、先ほどお話しした早く見つけるための重症度に加えて就職因子と、あとは、プロファイルですね、プロファイルと、まあ、病院、慢性心不全の急性増悪なのか、突然起こった心機能の低下なのかっていうところの病院に分けて考えるということも重要だという、この三軸モデルっていうのをお話しさせていただきました。で、まあ、ショックをすぐに早めに認識するために、まあ、こちらのスカイショック分類っていうのをお話しさせていただいてまして、まあ、A5段階に分かれてまして、A、B が、まあ、ショックの前の状態、プレショックの状態ですけれども、まあ、特に B、A はリスクがある状態ですけど、まあ、B は本当にプレショックの状態になってきまして、C 以降が実際にいわゆるショックの状態という形になっていきます。なので早めの介入が必要なので、ステージ B から C に至る段階でこう早めに認識して食い止めるということができれば、まあ、ショックに至る前に介入ができるということになってきます。でまあ、実際ステージ B から C へ、移行していく際に何が起こっているのかっていうのを少しお話をしていきたいと思います。これは初回の AMI による心原性ショックっていうふうに考えてほしいんですけど、もともと正常な心機能だった人が、まあ、こういうふうに突然PV ループで書かれてますけれども、突然血圧の低下と心拍出量の低下を引き起こすような急激な心機能の低下を引き起こした時にどういう生体の反応が起きてくるのかっていうのをお話ししていきます。まず最初にですね、末梢組織と大脳の低管流が起きまして、あとは冠動脈の管流圧の低下によってアシデミアの進行が起きます。で、まあ、さらにそれが起こることによって圧受容器と化学受容器が活性化されます。で、まあ、それによってですね、ショックの初期段階として圧受容器と化学受容器の活性化によって神経ホルモン因子が刺激されて動脈や静脈の収縮っていうのが起こってきます。で、動脈と静脈の収縮が起こると何が起こるかというところなんですけれども、まあ、動脈が収縮しますと末梢血管抵抗が増大して末梢臓器の管理障害が起こります。で、静脈が収縮しますと CVP の上昇とまあ、ウェッジ圧の増大というのが起こってきまして、末梢組織にも鬱血が起こってきます。まあ、こういったことが起こることによって末梢臓器の機能障害というのが進行していきます。で、その結果どうなっていくかって言いますと、末梢臓器の機能不全が増悪したりとか、乳酸アシドーシスが持続または悪化することによって、まあ、SARS のようなですね、全身性炎症反応状態になりまして、次に起こってくるのが血管拡張ということになってきます。まあ、さらに、それによって心機能も増悪して、血圧の低下と心拍出量の低下というのが新たに、まあ、さらに進行して、出現してくるという形になってきます。これ1個前いいですか。静脈の収縮っていうのはどこの静脈のことなのかよくわからないというか、静脈が収縮すると中心静脈の、はい、中心静脈圧の増大するっていうのがいまいちよくわからないんですけど、ですね、これおそらく内臓の臓器のことなんだと思うんですけど、お腹の
なんだろう、腹膜系の静脈とか、そういったところが、まあ、かなり静脈の血流のそのプールになっていると思うんですけど、うん、人体の構造において、うん、そこが収縮することによって、うん、まあ、プールされてた血流が中心の方に集まってくるということなんだと思います。わかりました。その収縮って言ってますけど、静脈ってそんなにその周りに筋肉がないと思うんですけど、それでも収縮するとそんな風になるものなんですか？収縮、でもそうですね、おそらくそうなってくるかと。その収縮の基準っていうのが、先生のおっしゃる通り、周囲に血管自体の収縮する力はあまりないかもしれないんですけれども、押しつぶされてって感じかな、ですか、ね、ちょっとすみません、その収縮する基準についてはすみません、勉強不足で、はい、はい、ありがとうございます。で、ごめんなさい、一応そういった形で、最終的にはもう一度血管拡張が行われることによって、血圧の低下と心拍数の低下を引き起こすという形になります。で、今の流れをちょっと言葉だけで記載してみたんですけど、こういう流れって、最初に起きた心拍質量の低下に対して、最初はなんとかそれを代償しようと体が反応していて、血圧を上げようとしている、そういった代償性変の変化が起きているけれども、結局だんだん代償しきれなくなって臓器障害に至っていて、破綻しかけている状態っていう流れなのかなっていうふうに考えました。で、前回お話しした初回の MI による心原性ショックの経過っていうので起こってくる経過、低血圧から左室重圧の上昇が起きて、うっ血圧に至るっていうような流れっていうのは、まさに今お話しした、心機能の急激な低下による血圧の低下を代償しようとする変化が起きて、その過程で、小静脈管理の障害が起きて、低血圧、うっ血が増悪してくるっていう流れを示しているのかなというふうに思います。なので、実際ですね、臨床現場でも ACS 症例は鼻カヌラぐらいの酸素化だったりとか、対して呼吸状態も悪くなかって、カテ室に連れて行ったはずなのに、カテ中に血圧がいきなり下がってきて、大変だって言って、ガルパンとかインテラを入れて NPP をつけて、そうこうしているうちに呼吸状態も悪くなったから NPP 分数になったとか、そういった流れになってしまうっていうことは、ちょっとお恥ずかしながら自分も臨床で経験があるかなと思うんですけれども、そういったのはこういう流れが起きていたのかなというふうに考えます。これって体的には脳を守ろうとしてるんでしたっけ？脳を守ろうというか、全体的なその低管流に対する代償機構なんだとは思うんですけれども、なんかこの手足の手足を捨てて、真ん中守ってるのかなとか思ってたんですけど、そうですね、でもそういう反応ではあるとは思います、だけど、そういうふうに、はい、末梢臓器を捨てちゃうことによって、やっぱその徐々にアシドーシスとかが進んできて、でもこれもある意味代償なのかもしれないんですけど、それだと破綻するのは見えてるので、じゃあ次は血管を広げようみたいな流れになるけど、最終的には破綻しかけてる状態に進んでいってしまうっていう形なのかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、で、なのでですね、この MI におけるその心原性ショックの治療戦略で、リスクが、心原性ショックのリスクがある状態、実際にショックの人で、アレストまで至っているという3段階で、ラインが作られているんですけれども、ショックの状態とかアレストまで行っている人っていうのは、大体流れとしては、大きく、これまで自分たちの認識と変わらないかなと思うんですが、まだそのショックではないけど、ショックのリスクがある状態 の一番左のラインを見てみると、一番最初にですね、ショックじゃなくてもリスクがあるんだったら早めに EDP を見てみようっていう、それがリーズナブルだよっていうのが推奨されてまして、さらに PCI が終わった後もですね、起出する前に、本当にリスクがある症例なんだったらもう一回ショックにならないか確認するために EDP を見てみるのもいいんじゃないかっていうようなアルゴリズムが提唱されています。
じゃあ次に慢性心不全の患者さんが心原性ショックになるとどうなるかっていうのをお話ししていきたいと思うんですけれども、先ほどの言った流れっていうのが、慢性心不全の患者さんっていうのは慢性的にこう続いている状態で、慢性的に代償し続ける状態が生体の中で続きます。そうすることによって、慢性的に低血圧、低心拍質の状態がそもそも持続していますし、そういった、神経体液性因子の活性化が起こることによってリモデリングが進行して、もともとの高い LVEDP と高い Wedge 圧が生体の中で維持されるという形になっていきます。さらに慢性心不全の患者さんはいろいろな薬剤も導入されてますので、それに伴って定常状態でもやはり血圧が低い状態というのが維持されているという状況になります。で、実際に慢性心不全の患者さんが心原性ショックになったとき、どういうふうな状態、何が起こっているのかっていうのを、これは心原性ショックの患者さんをですね、ウェッジと RA 圧で、左心系の鬱血、心系の鬱血、両心系の鬱血っていう形で分けているものなんですけれども、MI に比べますと、真ん中にあるこの心不全の心原性ショックの場合は、ステージ B ですね、プレショックの段階から左心系と右心系の鬱血の所見が見られているということが分かります。なので、早期の段階からもうプレショックの段階からすでに、高い10万圧とか、全身の鬱血所見というのがベースにあるというのが慢性心不全の心原性ショックの特徴というふうに考えられます。で、そうなので慢性心不全患者さんの心原性ショックで何が起こるかといいますと、もうすでにですね、慢性的にずっとこの、丸4の段階ぐらいまで進行している状態になってきますので、心原性ショックの最初の初期から鬱血が停止しやすくて、そこから血圧も低下というのを一気に停止しやすくなってしまうという形 の、 流れになってくるのかなというふうに思います。なので、心不全、慢性心不全の患者さんの心原性ショックの治療戦略で一番最初に重要視されているのが、鬱血の評価とそれに対する対処と、低血圧に対する対処っていうのをまずするっていうのが、アルゴリズムの最初に記載されているということになっているんじゃないかと思います。で、またさらにですね、慢性心不全の心原性ショックは、先ほどもお話ししたように肺鬱血が起こりやすいということなので、酸素化障害も当然出やすくなりますし、もともとの原疾患とか慢性変化で右心機能が低下している症例もいますし、慢性的に末梢臓器は管理不全が持続していますので、ショックに至った時も常識障害が強く出やすいということが考えられます。なので、こういうふうなプロファイルっていうのを考えながら、より強い循環サポート、低酸素へのサポート、牛のサポートっていうのを、考慮するために、このプロファイルを分類して、どのデバイスを使っていくかっていうのを考えていく必要がありますし、特に日本の場合は、VA エクモしか、そんなに選択肢もないので、VA エクモの導入のタイミングっていうのを伸ばさないってことが重要になってくるのかなというふうに思います。これ慢性的なその、心不全の状況っていうのは、動静脈っていうのは収縮してるもんなんですか、それともその後の拡張フェーズになってるもんなんですか。多分ショックに至る、ちょっとすみません、これも試験でちょっと間違えてるかもしれないですけど、この状態をこう繰り返している状況なのかなっていうふうに思うんですけど、例えば体を動かして交感神経が活性化したりとか、こう何かこう刺激が入った時には多分こうギュッと収縮しているとは思いますし、だけどそれで容易にショックに循環不全に破綻に至らないように、そうだね、サイトカインとかも出てると思いますし、ちょっと私も詳しくないんですけど、慢性心不全の患者さんとかはやっぱり炎症性のサイトカインが高くなっていいとか、そういう報告も確かあったと思うので、慢性的にこれをこのサイクルでなんとか体は代償しようと し続けているっていう状態が続いているのかなと思いました。わかりました。はい。で、一応これが前半までの、あんまりきちんとお話前回できなかったかなというところを自分なりに考えてみた考察の部分になりまして、今回、後半のお話をさせていただきたいと思います。
で、まあ、こういうふうにですね、MCS デバイスを導入した患者さんを実際集中治療室でどういうふうに管理していくかということなんですけれども、まあ、まずは、やっぱり平均血圧は65以上というのを一つの目標にして管理していった方がいいという形になります。で、まあ、これは、心原性ショックの患者さんの平均血圧と予後を比較したトライアルなんですけれども、やはり平均血圧を70以上に保っていた患者さんの方が、まあ、最終的な複合エンドポイントですけれども、は良かったという結果が出ています。で、まあ、さらに、ICU 入室後24時間の平均血圧を65以上に保っている症例の方が、まあ、最終的な転機が良かったという報告もありますので、まあ、基本的には平均血圧を65以上にするっていうのが、まあ、多くの患者さんによっては推奨されるという形になります。ただ注意することとしてはやはり個別化というのは必要にはなってきます。で、まあ、これは心原性ショックじゃなくて敗血性ショックなんですけれども、まあ、敗血性ショックの患者さんにおいてはターゲットの血圧を、まあ、少し高めに維持する群と低めに維持する群で比較してみると死亡には差は出てこないんですけれども、ただし、まあ、高血圧歴を有する患者さんにおいてはやはりちょっと低めのに維持している群の方が透析を要する症例というのは多くなっていますので、まあ、患者さんによっての個別化は重要になってきます。ですので、まあ、一応平均血圧は65以上に維持してみてもですね、それでもやはり腎障害などの臓器障害が悪化してくるっていう場合には平均血圧の目標値をもう少し高めにする必要があるかなと思いますので、まあ、そういった個別化は必要になってきます。で、まあ、大事なことは MCS を使ってきちんと、全身の管理を維持するということになりますので、乳酸とかクリアチニン、肝障害、あとは意識状態など神経学的状態の変化というのを、まあ、定期的に評価することで、まあ、循環不全が改善しているということをきちんと確認していくことが推奨されます。あとはスワンガンズカテーテルは管理においても非常に重要でして、まあ、目標値としては冷圧が10から15、ベッチ圧は18未満、神経数は 2.2 以上で管理できるということが一つの目標になってきますし、まあ、これも当然だとは思うんですけれども、エコーは非常に有用でして、まあ、VA エクモの場合はやはり A 弁が空いているかということが非常に重要になってきますし、インペラにおいては位置や向き、あとは右心機能の評価にも有用になってきます。で、MCS デバイスを、まあ、管理維持していく上で合併症のコントロールというのは非常に大切でして、まあ、大きく分けると合併症は心血管関連の合併症、溶血とか機械的合併症、神経系合併症、感染合併症というふうに分けられるかと思うんですけれども、やっぱりまあこれも当たり前ですけれども、循環サポートがより多くできるデバイスというのはカニューレサイズも大きくなるので、より多くの合併症を伴ってくるということになります。なので、まあ、こちらの表に示していますように、血とか下肢拒血などの血管合併症というのはやはりカニューレサイズの太いエクモが一番多いという結果になってきます。で、まあ、インペラシリーズで特徴的なのがやはり溶血という形になりまして、まあ、溶血に関してはやはりインペラの方が起こりやすいということになっているようです。で、溶血なんですけれども、インペラシリーズにおいてこう溶血が起こる要因としては、まあ、位置が悪かったり、あとはまあ左室の全負荷が不足していたり、血栓が、できていたりということで、まあ、溶血を起こしてしまって、結果的に血小中に出てきている遊離ヘモグロビンが急性尿細管症を起こしたり、血管収縮を起こしてしまうことによって準障害を増悪させてしまいます。で、まあ、血栓の形成もより促進してしまうという形になってきます。で、まあ、溶血を認識する上で、まあ、LDH やビリルビンというのは参考になるんですけれども、やっぱりちょっと他の臓器障害に引っ張られることもあるので特異性は低くて、まあ、溶血を認識する上で非常に有用と言われているのがこの遊離ヘモグロビンの測定になります。で、まあ、何をこうカットオフにするかというのは少し文献によって違ったかなと思うんですけれども、一応絶対値が40以上、またはベースから30以上の増加というのが、まあ、溶血の増悪として認識するのに一つの基準として示されていました。で、まあ、溶血が起きてしまった時にどうするかというところなんですけど、まあ、対処の基本の原則は先ほど言った3つの原因の検索とそれの原因の解除ということになってきます。で、まあ、機械的合併症に関しては皆さんご存知のように、まあ、心臓の穿孔とか、弁損傷、あとはポンプ血栓症などが挙げられるかと思います。で、あとは、まあ、エクモの、まあ、エクペラとか、まあ、IBP エクモの管理の際に重要になってくるのが、まあ、ハーレクインシンドローム、あとはノースサウスシンドロームなどというふうに言われることもあるんですけれども、まあ、肺のガス交換能の低下によって
で、あの酸素分圧の低下した、まあ、自己心から出てくる血液が大動脈や冠動脈、あとはあの頸動脈に流れてしまうことで心筋回復を阻害したり、あの低酸素血症による脳障害を起こしたりということがあの言われています。なのでそれを監視するために、まあ、これもエクモの管理されている方はもう当たり前にやっていることだと思うんですけれども、右頭骨動脈の血液ガスを確認したり、右手のサチュレーションを測定したり、あとはまあニルスによって、まあ、RSO2 ですね、局所の脳酸素飽和度を測定することによってより早くそれを検出して対処するということが可能になります。あとはやはりあの感染 の, あのコントロールというのも非常にあの重要になってきます。で、これはエクモの、症例のメタ解析の報告なんですけれども、やっぱりエクモ症例において、まあ、どういった感染症が多いかというと、血流感染が多いということにはなってきます。でなので、まあ、エクモの留置は可能な限り清潔にするのと、まあ、ちょっとなかなか難しいかなと思うんですけど、代替カニューレの挿入を避けるというのも一つの選択肢にはなります。あとは、まあ、ライン、余計なラインを、まあ、あの減らす。ということとか、まあ、あのきちんと清潔で無菌に皮膚を維持するとか、あと低毛にはバリカンを使うとか、あとは尿カテなどを早くあの抜く、あとはクロールヘキシジンを使って48時間ごとにきちんとドレッシングを行う、ということなどがあの一応予防策としては推奨をされています。で最後にですね、あのウィーニングについてお話をしていきたいと思うんですけれども、こちらが、今回の文献で示されているウィーニングのアルゴリズムになります。ウィニング、のアルゴリズムはの開始はですね、まあ、あの元々の心機能が改善してくれば当然ウィーニングはできますけれども、あのその他臓器障害が改善してきたり、まあ、循環血小量が改善してきたり、あとはまあ、カテコラミン自体が減らせてくるっていうような、まあ、改善の兆候が見られたら、もうすぐに離脱方法を毎日検討するっていうことがすごく重要になります。あとは実際は合併症が起きてしまうことによってデバイスを維持するのがなかなか難しくて、離脱を検討しなくてはいけないっていうことも現実的にありますので、まあ、デバイスの継続をするのがいいのか、離脱のリスクの方が高いのかっていうのを、まあ、評価して毎日これを検討するっていうことも重要になります。まあ、ウィーニングのアルゴリズムで、まあ、可能かどうかの判断基準としては、こちらに示しているような血行動態的なものとか、採血の結果とか、あとはエコー所見などを参考に、まあ、離脱が可能かの評価を行っていくということになります。で、実際に、デバイスごとの、ウィーニング の, あのプロトコールはこちらに示していますけれども、まあ、結構、1対3まで IBP とかもなんかあんまり減らすことは自分はあんまりしてなかったなと思うんですけれども、まあ、2から4時間ごとにこうウィーニングをしていく際には評価を行っていくということが推奨されていまして、まあ、特に慢性心不全の心原性ショックの場合にはウィーニングも慎重に行っていく必要があるだろうというふうに言われていました。で、まあ、こういったウィーニングをしていくことで離脱が可能であれば離脱に至りますし、離脱困難ということになってくれば緩和やエルバド移植というのを考慮していかなくてはいけません。で、バド移植を考慮していく際にはですね、移植施設とか、まあ、バドの植え込み施設、あと DT 施設への転移というのも検討していく必要がありますので、まあこの状態になった段階でそういった移動を考えていくというのはちょっと正直遅くて、まあ、植え込みした段階から離脱困難となった場合の戦略、まあ、移動をどのタイミングでするべきなのかとか、まあ、そういった戦略っていうのも考えながら管理をしていくっていうことが重要になってきます。で、まあ、緩和治療っていう風に流れになった時にやっぱり集中治療領域って終末期の難しさがありまして、まあ、患者さん自身がそもそも意思決定能力が維持できていない状態だったりとか、まあ、評価自体患者さんの意思決定能力を評価するということも困難な状態がありますので、やっぱりそういった状態の時にはご家族さんとかのによって今後の治療方針を決めていくっていう必要が出てきます。で、まあ、そういったご家族さんとの相談で生命維持装置を継続するのか、それとも差し控えるのかっていう判断をしていかなくてはいけなくなります。なので、まあ緩和治療を最終的に必要になってくるよう可能性が出てくるような心不全の患者さんにおいては、やはり緩和ケア
はステージ C の段階から、まあ、治療と並行して開始していく必要もありますし、まあ、重症悪化してきたときにですね、まあ、積極的治療と緩和ケアを両立させていくためにも早い段階から患者さんに心不全教育として闇の奇跡っていうのをお話ししていくことがとても重要になるかと思います。はい、一応こちらが結合になりまして、MCS デバイスの使用に関しては心原性ショックの病院とプロファイル重症度を合わせて調整する必要がありまして、離脱時にも侵襲的な血行動態パラメーターや画像評価、採血検査および臨床パラメーターを合わせて評価することが重要だというふうにお話をさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。今日後編ということで、まあ、最初前編のなんていうか復習をしていただいたんですけれども、まあ、まあ、前回、その、心原性ショックと、慢性心不全の方の、まあ、心原性ショックの中でも、AMI が起こった時と、もともと、慢性心不全、CHF があった時に、ショックが起こった時に、まあ、どう違うのかっていうことを、まあ、お話ししていただいて、まあ、CHF、まあ、慢性心不全の方は、やっぱりもともと、まあ、なんて言いますか、低酸素と代償を繰り返しているので、余力がないということで、まあ、より慎重な、まあ、管理が必要ということを、伝えていただいたかなと思います。LVDP が一つの、戦略、あれは MI の方でしたかね。LVDP を、ね、はい。まあ、MI の方ですかね。LVDP を最後にちょっと見てみて、まあ、そこで、なんて言いますか、リスクの層別化をするっていうのも、まあ、なんか、やってるようで、実際こういう論文とかで見たのは、初めてだったかなと、結構使いやすい指標なのかなとも思いました。で、そうですね、後半の方では、まあ、実際どうやってディエスカレーションしていくかということで、まあ、やっぱりミーンの、まあ、平均血圧に注目して、まあ、70とか65っていうのが、一つのキーポイントだということでしたが、まあ、やはり個々の、まあ、なんて言いますか、臓器障害があるかないかっていうのが判断して、まあ、総合的に判断していかないといけないということ。で、まあ、最後の方に、まあ、あれですかね、インペラとか、エクモの時の合併症や、まあ、まあ、溶血の話っていうのと、まあ、ウィーニングどうしていくかということで、お話してきましたね。一番最後に緩和のことまで触れていただいて、まあ、非常に、多くのことを教えていただきました。僕の方からちょっと気になったのは一応2点なんですけど、まあ、2位の、平均血圧が65、っていうとこなんですけど、まあ、実際、まあ、経験的になんかあんまりミーンで65って達成するの結構難しいかなっていう印象があるんですけれども、血圧上げたいときに例えばノルアドとか入れると確かに収縮期血圧が上がるんですけど、まあ、一方で末梢を占めるので、なんていうか拡張期血圧拡張血圧あんまりなんか上がらないというか、まあ、それであんまりいいことをしなくなっちゃうような時もあるかなと思うんですけど、まあ、そういう時にちょっとこう末梢を開いてあげた方がいいかなということで、まあ、少量の、なんていうか、経過拡張薬とか、まあ、入れる時もあると思うんですけど、だと今度ミンが少し下がっちゃうみたいな感じで、まあ、このミンの65達成するために、まあ、まあ、確かに個々の少量によると思いますけど、何かよくやられてる戦略とかありますか？そうですね、これは一応そのメカニカルサポートの状態で血圧を維持するっていうことになってくるので、基本的には平均血圧を65維持、まあ、65が維持できないで、まあ、65を維持できないことによって循環不全が進行しているってことになるとメカニカルのパワー不足っていうことになります。なんで、まあ機械を入れて結構エクペラとかエクモ IBP で管理することが多いかなと思うんですけれども、であればそのエクモの流量が足りないっていうことになるかなと思います、まあ、エクモとインペラのプラスの流量が足りないっていう判断になるので、基本はその機械できちんと流量を出してあげて、動脈圧を上げてあげる、で、まあ、それで平均血圧を保つっていう形になりますので、その明らかにその血なので、まあ、どちらかというと機械が入ってしまった初期の段階は平均血圧は機械で維持して、血管拡張薬と
ケカサ動薬ですね、ノルアドとかはむしろ減らしていって、機械でしっかりと血流を出してあげて、高い血圧を維持したら、今度は末梢を開くために血管拡張薬を併用し、かなり使っていくっていう戦略が多いと思います。ありがとうございます。ちょうどそこに関してですけど、塩谷先生から、エクペラージのインペラサポートは、なるべくマックスを目指すべきでしょうか、それともほどほどでもいいのでしょうかということなんですが。それはですね、循環不全が臓器障害が改善してるかどうかっていうのが一つのキーポイントになってくると思うんですけど、多分エクペラを最初入れるときは循環不全がめちゃくちゃあって、その臓器障害があるっていう前提でエクペラになってくると思うんですね。なので初期の段階は、最初はエクモは本当にサスのアンローディングの目的だけで低めの流量でいいと思います。で、インペラは。で、エクモでしっかりフローを出してあげて、まずは全身の血流を維持してあげる。で、臓器障害と臓器管理を改善してあげるっていうのが初期の治療戦略になってきます。で、そこで十分な血流、フローがアウトプットが出せている状態になったら、今度は、少しずつエクモのフローを下げて、全体のバランスで体が必要な流量にエクモとインペラで、流量を維持してあげるということになってきます。で、それで全身の状態、循環不全が維持できているのであれば、少しずつエクモを減らしていって、まあ、必要であればインペラのサポートを増やしますし、インペラのサポートをそんなに増やさなくても自己診でうまく自己診とインペラで循環を維持できるのであれば、エクモは離脱していくことができるということになっていきます。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありが、白谷先生も大丈夫そうですね。ありがとうございます。ということで、コメント来てます。あ、どうぞ、お願いします。ちょっとエクモを優先させるのがちょっと分かんなかったんですけど、エクモの方が、臓器血流が安定するっていうことですかね。インペラよりも。分かり、まあ、多分最初から2つを、50%50% で最初から2つをのフローを出していくっていうのは、まあ、慣れてる先生だったらやれるのかもしれないんですけど、ちょっと管理が分かりにくくなると思うんですよね。なんで最初はインペラは本当にサスのアンローディングだけの目的で使ってあげて、エクモでフローをしっかり出してあげるっていう考えで使うと分かりやすいとは思います。管理はしやすい。なるほど。なんかあんまり確かに使い慣れてはないんで、あれ実際のその分かりづらさが分からないところはあるんですけど、まあエクペラでエクモが今頑張ってるんだっていうふうに認識しておくと、まあ分かりやすいっていうことなんですかね。そうですね。例えば、普通の体格の方が 2.1 ぐらいのインデックスを欲しいってなったら、多分、体表面積が2ぐらいの方が、例えば、インデックス2を確保するためには4リットルのフローが必要になるって考えられますよね。で、その時に、エクモで、3.5 リットルの補助、エクモで3リットルの補助をしてあげて、インペラで1リットルの補助をしてあげれば、まあ、一応それなりに、まあ、本当にすべてを正確に反映しているわけじゃないんですけど、一応まあそれで4リットルぐらいの補助が機械でできるということになるかと思うんですけど、最初はそれで管理を、管理が改善してきたら、エクモをじゃあ3リットルから2リットルに減らしてみて、インペラを、1リットルから2リットルに増やすっていう風にして、だんだんエクモをウィーニングしていくっていう風にすると、まあ、管理はしやすいかなと思います。すみません、ちょっと分かりにくいですかね。はい、いや、イメージとしてはなんかこう、できる限りインペラのフロー上げてた方が、まあ、全身の循環にとってはいいのかなっていう気もしたんですけど。あ、そうですね。なんで、その実際エクモを離脱して、エクモはずっと使える機械ではないので、どっちかというとインペラの方が長期で管理しやすいとは思いますので、エクモの離脱を持っていく段階では、そうやってインペラのフローを上げていくということになってきます。なんで。いや、それなんだけど、最初からインペラのフローを上げてた方が、アンローディングも十分になるし、はい、高負荷も減るしっていうので、最初からインペラを、
まあ、できるだけ出しとくっていう方が、まあ、心臓にとっては循環にとってはいいのかなと思ったんですけど、なんかそう、はい、実際からエクモ回してるときにインペラのフローが出ないって結構まあまああると思うんですよね。それもなかなか難しい、実際やるには難しいのかなとは思いつつではあるんですが。そうですね、結構右右心不全が強くて右心がパンパンになっちゃってるような症例って右から左に最初に流れにくかったりもするので、いきなりギュンってインペラだけ上げちゃうと、サスがぺちゃんこになっちゃって、インペラのフローも出ないし、エクモのフローもインペラのアンローによるサスのアンローディングも十分にできないし、エクモも回らなくなっちゃうってことが起きてきますので、いきなり最初からインペラを上げようとすると、なかなか循環破綻を起こしてしまうことはあります。不思議ですよね。なんか右、病態的には右がダメじゃなさそうなはずなのに、回らないことありますよね。ありますね。はい。その時は多分もう右に、もう両心不全の状態に至っちゃってて、そもそも、インペラで血流を出そうとしても、低酸素の血流しか流れないので SVO2 が下がってしまって、エクモでそこでなんとか酸素化を維持しようとしても、エクモの肺がでは補えないぐらい SVO2 が下がってしまうということもありますので、まあ、そうなってくると、まあ、十分な酸素化も維持できないし、まあ、両心不全の状態なので、まあ、いきなり左だけアンローディングしても右がついてこれないことがあるので、右から左にも流れなくて、サスタペチャンコになっちゃってっていう、その循環破綻が起きちゃうってことは実際あるかなと思います。これ右室の機能が悪くなくても、エクモで静脈から脱血ある程度してると、右から左に流量が十分取れないから、インペラが働けないってこともありますか？エクモのフローが多すぎてっていうことですね。はいはいはい、あ、そうですね。そういった時は濃いものを輸血してアルブミンを入れたりとかすることはあります。あえてそこで、ちょっとボリューム入れてあげてる、ボリュームを入れて循環を回すためにそのボリュームを入れるっていう、戦略を取ることはあります。そうなるとエクペラの場合はもう初期はやっぱりエクモ管理メインで、でそれがまあなんとか保てるようであれば、まあ、そこをウィーニングしてインペラに乗り換えていくっていうことが現実的なんですかね。そうですね。なんでちょっと今こちらの別のスライドなんですけれども、でお示ししたように、最初はそのエクモで、まあ、これ一応エクモとインペラ CP っていう設定で作ったスライドなんですけど、まあ、エクモ優位で管理してあげて、例えば6リットルのフローを得るためにエクモで3リットル、インペラで3リットルってしたときに、まあ、徐々にこのエクモの流量を上げてインペラの流量を増やしてあげると、まあ、エクモの離脱がスムーズになっていくっていうイメージなので、まあ、最初は多分そのサスがぺちゃんこになっちゃうリスクとかはあるので、エクモギュンギュン、インペラギュンギュンフロー出そうとしても、まあ手で回れば全然いいと思うんですけど、機械を入れるっていうのは循環パターンをとにかく改善するっていうのが一番の目的なので、まずはそのインペラのフローを出すこととかにこだわらないで、きちんとエクモ優位にしてでもきちんとフローを出してあげるってことが一番重要だと思います。で、末梢に臓器を血流を行き渡らせてあげて、末梢臓管理障害をまず改善するというのが一番重要です。確かに超急性、本当に超急性切れたばっかりは確かにあれですよね、インペラのフローが出るかどうかわからないし、確実にフローの出せるエクモでしっかり出してあげて、その後微調整していくっていう意味でいいですかね。そうですね、はい。それで、まあ、とにかく今のその循環不全を早期に改善してあげることが重要なので、それで一番やりやすい戦略を取るのが一番重要だと思います。なるほど、なるほど。だからそうですよね。わかりました。確かに、まあ、エクモ自体も、まあ、大体ね、こう、いろんなデータ見てると3、4日ぐらいで離脱なことが多いと思うんで、超急性切れたばっかりの時にはしっかりエクモ効かせて、でそこからだんだんインペラサポートをメインに移行してってっていうのを、はい、まあその、はい3日ぐらいの期間でイメージしていくっていう、そういう感じですかね。そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。阿部先生、どうぞ。ありがとうございました。デエスカレーションの時のそのカテコラミンの位置づけってどう考えればいいのかなと思ってて、ある程度その、まあ、ドブタミンとかが残ってる状態でもインペラを抜くっていうことが優先されるのか、もしくはやっぱりドブタミンが切れた状態にしてからインペラをウィニングして離脱を目指すのかっていう、その順番のコンセンサスみたいのはありますかね。そうですね、コンセンサスでいうのほどこう確立したものということではないかもしれないんですけど、先ほど、お話ししているように、一応機械を入れる目的って、その機械で、循環を維持してあげるっていうのが一番の目的になるので、エクペラの症例でも本当にほとんどカテコラミンを使わなかったり、インペラを入れててカテコラミンを離脱した状態で管理する人たちって経験があります。なんで実際その、インペラを入れて、インペラで4リットルのフローを出してカテコラミンはもう使ってないっていう症例でそのまま管理して、エルバドにつないでいくっていう症例もいるんですけれども、じゃあ離脱をしましょうっていう風になった時には自己診に頑張っていただもらわなきゃいけないんで、離脱をしていく段階で、カテコラミンをつないで、自己診を動かしていくっていう方法が取れます。なんで機械を導入したら基本的にはそんなに、カテコラミンはむしろ減らしていく方針になります。で、離脱の段階でまたつないでいくっていう形ですね。うん、ああ、なるほどね。はい。でもゴールによって違いますよね。だからエルバドつけるんだったら、ね、カテコラミンはもう最初から必要悪として切った方がいいと思いますし、はい、そうです、そうです。で、MI とかで基本的には帰るっていうか、うん、バドじゃなくて、その急性期だけしのぐっていう意味で言えば、まあ、ある程度早くデバイス抜くっていうものも含めて、カテコラミン、まあ、一番初日はいいかもしれないですけどね、だんだんやっぱりカテゴラミー入れながら抜いていく、ね、早く抜くっていう方が合併症が減るっていう、はい、はい、そうですね。なんで、まあ、離脱するときに実際このラードをつながなきゃいけないとか、離脱をする際にドブタミンとかミルリノを追加して離脱をしていくっていうのは、それは通常の IBP の離脱の時も多分、まあそうですね、してると思うので、それは同じ考え方で大丈夫だと思います。柴橋先生からチャット来てます。先日の AHA ではエクモの早期導入はあまり良くなさそうな報告でしたが、実臨床では左心不全にエクモまで使いませんかということですけど、これは使いますかね。使いますね。なんでもちろんやらなくていい症例にやる必要はないと思うので、だけどやらなきゃいけない循環破綻をきたしている症例はエクモじゃないと循環血小量は血流量が維持できないならもう導入するしかないと思います。粘る必要は、ちょっと AC の方では、早期導入よりもってことだったみたいですけど、そうですね。もう一個が実臨床でデバイスのエスカレーションもありますかということですが。あります。デバイスのエスカレーションはCP で全然フローが足りなくて5.5 にアップグレードするとか、そのエクモと CP で管理してたけどエクモを離脱する際にCP だけだとフローが足りないので 5.5 にアップグレードするとか、そういった症例は実際にあります。あとはその IABP で最初サポートしてたけど、やっぱ IABP の循環補助量って1から 1.5 リットルぐらいしかできないと思うので、それだと足りないってことになったらアップグレードが必要になってきます。その最初にもう IABP で行くか最初からインペラ行くかっていうのは、そこはなんか判断どういう感じですか。いや、それは結構本当に難しくて、私もすごく悩ましいんですけど、どれぐらいの補助が必要なのかっていうところなんだと思うのと、あとはやっぱりいきなり心原性ショックの症例に肩から入れるようなデバイス、手術が必要なデバイスってやっぱりちょっとハードルが高いんで、やっぱり入れるとすると IABP とインペラ CP、 足から入れられるデバイスでフローが足りなければエクモを追加するっていう流れになっちゃうのかなと思うんですけど、IABP なのか CP なのかって
結構本当に難しくて、IABP がさっと入れやすいですし、やっぱり入れたけど結局全然ダメだったねって言ってインピラに乗り換えたりとかする症例はいて、なんか若い方とかで血管が柔らかい人とかだとなんかこうあんまりバルパン効かないなって思うんですけど、なんかこう30代とか20代の人とかでちょっとでこうロスってきてるからバルパン入れてみようって言って入れても、なんかそのもう結構クラッシュした状態でバルパン入れてもほとんど効かなくて、むしろバルパンを入れるときにこう横にしたりとかこう痛がったりとか、そこでまた交感神経が活性化するのか、よりこうショックが進行してしまうというか、で結局エクモを追加しなきゃいけないとか、CP に乗り換えなきゃいけないとか、そういうことも経験はしたので、まあ結構本当にそこは患者さんにの状態にもよるのかなと、あとどれぐらいの本当にフローの補助が必要なのかっていうところになるのかなとは思います。なのでまあその右心カテーテルでの評価っていうのが一つの参考にはなってくるのかなと思います。エクモだけ入って帰ってくるってことはもう今はあんまりないっていうことですかね。まあ、そうですね、心原性ショックの人はやっぱりエクモだけっていう管理になると、どうしても肺うっ血がの管理がなかなか難しくなるので、まあ多くはやっぱり、まあ、はい、エクペラか、IBP とエクモかっていう感じかなとは思います。わかりました。まあ、結構質問が尽きないんですが、最後柴橋先生から、MCS の離脱期のサポートとかに GDMT 増量する班もありますかということですけれども、ご指針ありますかということですか。デバイスサポートかの GDMT です。そうですね。すみません。ちょっとそのエビデンスとして、こう私がすごくこう提示できる、すみません、勉強不足でちょっとすごく提示できるわけじゃないんですけど、やっぱりその、まあ、ACS の心原性ショックとかで MCS が入って、で離脱の前にMCS が入っている状態で薬剤を入れていくってことはやっています。はい、ありがとうございました。十条先生があれかな、いなくなっちゃうんですね。十条先生、何か最後コメントありますか。大丈夫ですかね。はい、まあ、たくさん質問が出て、まあ、やっぱりみんなすごい悩んでるんだなっていうことが理解できました。まあ、野本先生がすごい経験あるのでたくさん答えていただきましたけれども、まあ、答えのない中に少しでも答えを作って、よりいい治療を届けていくということですけど、まあ、やっぱりポイントはやっぱり補助循環ということで、まあ、臓器の還流障害があるかないかっていうのを、まあ、的確に判断して、まあ、本当に補助循環っていう言葉適切だなと思ったのは、まあ、どれだけサポートがいるかということを考えながらウイニングしてまあいくと。でもやっぱりエクモがまあ、使用期間限られているというか、あまり長くはいけないので、まあ、そこも治療戦略のポイントになっているのかなと思いました。うん、まあ、なかなか学会でも聞けないので、実際のところ聞かせていただいたかなと思いました。では皆様、まあ、今日からもこういうことを考えながら、コロナに気をつけていってらっしゃい。